マッスルウォッチングの高井です。今日は開脚前屈までの3ステップのストレッチを紹介します。はい、開脚前屈をするときにですね、皆さんいきなりこうベタっとはなかなかいかないと思いますんで、最初、いろんな硬い筋肉をほぐしていきたいと思います。で、今日はあゆちゃんおすすめの、開脚前屈のストレッチをやっていきますので、最初はこの姿勢から太ももの内側と、お尻の筋肉を伸ばしていけるように。あゆちゃん、何かポイントは？ポイントは、ポイントは筋肉を揺らしながらほぐしていく感じかな。で、このコロコロしてたらお尻の筋肉が転がれないので、ちょっと揺れて体重移動とかもしつつ、お尻をほぐしていきます。はい、はい、足がバタバタします。そういう感じでバタバタしながら、ここの筋肉を緩めます。これだったらね、ある程度体が硬い人でも、できる動きだと思います。で、まあ呼吸しながら、まあ、今みたいに筋肉を動かしてもらって、しばらくしたら次は前に倒れて、これもちょっと体を揺らす感じ。そうですね、あとはもうこの幅をちょっと変えながらとかね、幅を変わってくるんで、なるほど、伸びる筋肉の部分が変わってきますので、ちょっと変えながら、はいはい、ネクスト、ネクスト、次は片足です。片足ね。はい。で、これはもうシンプル。これも結構体側が硬いとなかなか難しいんだけど、効くね。効きますね。結構いける人はつま先をこう伸ばすとつま先はできます。あ、つりそう。無理にやったらめっちゃ強いんで、気をつけてください。これをちょっと深く持ったりとか。角度変えたりとか。今、反対です。逆。で、最終段階で、はい、あゆちゃんやっぱり結構いけるやん。私結構できる。これでちょっと左右倒れながら、左右倒れながらね、その先を触っていく。ほぐれてきたらこのまま先みたいに、あ、
はい。では、そして前に。前に。マスロッチングのコミュニティには動画の説明欄から入ってきてね。